オーディンを迎えるギュルビ。ギュルビは、スウェーデン王国の最古の王と言われているが、実在の人物ではないとされている。彼から続く4世紀から5世紀頃までの王は、多くが神話伝説上の存在と考えられている。ビクトル・リュード・ベリの著書、トゥーター・ニック・ミソロジーに描かれた、ギュルビ王と、ゲフヨン。写本。 NKS1867-42 に描かれたギュルビが神話を教えられる場面。ギュルビオの名は北欧神話の中に登場している。スノーリストルルソンによるユングリング家の佐賀とスノーリのエッタ第一部ギュルビタブラカシにはギュルビオが女神ケフィオンに一晩で耕すことができた面積の土地を与えると持ちかけた話が収録されている。 ケフィオンは四人の息子を牛に変身させると、島を作るのに十分な土砂を透き取って海へ運んだ。その島がデンマークのシェラン島、えぐられた場所がスウェーデンの湖メーラレンコである。この伝説を記念して、1908年にアンデルス、ブーンドガードによって、ブロンズ製の彫刻が制作された。それは、ケフィオンの噴水と呼ばれ、デンマークの首都コペンハーゲンにある。 ユングリング家の佐賀は、おそらくは歴史上の王であるオーディンと、その被支配者らが新しい土地に作った巨竜地コ、シグトゥーナをどのように入手したかを語っている。すなわち、オーデン瀬に住んでいたオーディンは、東のギルビと魔法で争ったが常にオーディンらアース側が勝利し、ギルビもアースにはかなわないと理解し、最終的にオーディンとギルビは和睦した。ログと呼ばれていた。 メーラレンコのアゼの土地を得たオーディンは、そこをシグトゥーナと名付けたという。後に、ギュルビオは、アース神族を信仰する人々によって広められた宗教を教えられることとなる。すなわち、スナウリの書いた物語、ギュルビタブラカシにおいて、ギュルビオは、アース神族の三人の王との対話の形をとって、北欧神話の概説を聞くこととなった。 スウェーデン王家の古代の王についての記述は、ヘームスクリングラやユングリング家の佐賀のような書物を出典にしているものの、その存在は神話伝説的な領域に含まれている。それでもこうした王が歴史的基盤を持つことがしばしば提唱されている。ただしこうした見方は一般には歴史上の根拠があるとは思われていない。しかしながら王の概念がゲルマンソ語が起源であること、 そして、スウェア人と彼らの王が共に98年という、早い時期にタキトゥスによって言及されたという事実を考慮すれば、実在のスウェーデン王がこの期間にいたと考えて、間違いないようである。これらの王の後にも、半身は伝説的な王が続いた。しかし彼らは、スウェーデン史でも実在したと考えられている王である。アグミオンは、 ビースブルの所有していた王金の首飾りをつけて、眠っていた。妻のスキャール部がその首飾りに綱をつけ、部下に命じさせて綱を引き上げさせ、王を首吊りにした。馬の靴輪を用いて殺し合うワルレク王とエイリーク王の兄弟。兄弟でありながら殺し合うユングビ王とアールブ王。フィヨルニル以降の王のカタカナ名表記は、ヘイムスクリングラ北欧王朝子での表記での表記、によった。 ホルン・シグチュナとも、神話上重要な場所とされている。なお、現在のシグトゥーナ市は、ストックホルム大都市圏を形成する都市の一つである。北欧神話と伝説では、アグネ。北欧神話と伝説では、アルリクとエリク。北欧神話と伝説では、アルフとイングベ。北欧神話と伝説では、ハケ。ありがとうございます。